ば本来は大臣のところまでちゃんと持ってきて、大臣のそのこれまでの情報公開の規定に鑑みて非公表を指示するというのが最善の選択だと想定されるシナリオ、それができています。はい、まあさま、あの、まあ、この、あの観察結果においてさまざまある時点ある時点の不適切な対応が記載をされているわけですけれども、まあ、その点についてしっかりと対応すべきであったというふうに思います。あの2月13日と15日の問題ですが、はい、複数の大臣の部下が確かに報告したというふうに証言しています。だけれども大臣は全くそういったことはないとおっしゃっています。その場合あなたは、報告を受けて報告をされたけどもその内容が理解できなくて暗黙の了解をしてしまった、あるいはうなずいてしまった、無言で了承してしまったということなんですか。はい、あの私は報告を受けたという認識はないということでございます。複数の部下の方が確かに報告したと、13日も15日も確かに報告したということを言ってます。それをあなたは信用できない、嘘の証言だというのをおっしゃいますか。いや、その点については承知いたしておりません。この点なんですけれども、はい、認識がなかったとおっしゃいますけれども、はい、実際に報告を受けたけれどもそれを忘れてしまったとか、そういう可能性は。あの私は報告を受けた、特に、まあ、あの監察の中でも書面による報告や了承したという事実はないというところは確定をしていただいているところでございます。まあ、その上で、それまで、国会答弁で、していたところの施設隊の日報を中央即応集団に報告をして、その後破棄をしたという報告を覆すような報告は全く一切なかったと承知いたしております。あの報道に出ていたメモとかも見られましたか。見ておりません。テレビも見ていらっしゃらない。テレビは見ました。 あれを見てあの時にどう何か心当たりとか全くなかった。ありません。あの面は捏造だと思われますか。わかりません。怪文書ですか。承知しておりません。じゃあ一連の報道はフェイクニュースですか。いわゆる、いや、そんなことを申し上げているのではなくて、まあ、今回私自身も監察という聴取を受けて、そしてあの監察結果に報告になったということで、それを受け入れているということでございます。はい、すみません。内部から自衛隊内部から、そうやって報告が出てくるというのは、自衛隊内に大臣の信頼してないというか、大臣に何か欲しいと思っている人がいるんじゃないかという意味ですが、この辺の受け止めはどうお考えですか。はい、冒頭の発言の中で、私の責任の一端として、内部からの今ご指摘になった情報流出を匂わせるような、まあ、報道が相次ぐことによって、まあ、防衛省自衛隊のガバナンスについて、国民の皆様方に、疑念を抱かすような結果になったというふうに、思っております。よろしいでしょうか。大臣すみません。大臣は当選3回で内閣大臣が抜擢されて、はい、その政調会長、今回防衛大臣でした。で、この今回防衛大臣でこのガバナンスに失敗というか、まあ、崩壊だったというのはご自身でどう分析、あの原因はどこにあったと思っていますか。はい、まあ、反省すべき点は多々あったというふうに思います。まあ、しっかりと今回の反省をこれからの防衛省自衛隊の改革にも生かしていただきたいし、私としての政治家としての人生にも生かしていきたいと考えております。はい、はい、ポスコアで総裁に向け総裁候補としての政治家なとみというふうに思いますか。はい、まあ、この1年間を振り返り、やはり反省すべき点も多々ありました。まあ、やるべきこと、なすべきことは自分としてはしっかりやったという意味において悔いはありません。しかしながら、こういった結果を受けて、一議員として、これからの安倍政権が進めている政策を前進するために全力を挙げていきたいと考えております。はい、
はい。今回の日韓合衆の件はご自身は一切関係なく、で全て自衛隊内の政治組合はやったことだという。まあ、そういうことは言っておりません。しかも日報は隠したわけではありません。全部公表しております。そういう意味において、私の監督、指導力、監督責任の取るということは必要だというふうに考えたということでございます。大臣、辞任を決められたタイミングというのは、具体的にいつだったんですか？日本問題はずっと大騒ぎになったんですか？はい、もうずっとかねてより、私はその考えを持っておりました。この問題が浮上したときからです。